このドア。はい、軽音部へようこそ。うわ、昔の私だ。懐かしいな。てか、若っ。軽音部のラジカセ。はい、6時を回りました。軽音部へようこそ。今週も1時間だけじゃない、2時間だけまだ1時間だけとか言って言ってる2時間になりました。はい、先月からです。はい、軽音部のラジカセ、ミカボーです。こんばんは。ゴールデンウィークは終わったんですけども、あの一応ね、暦上ではゴールデンウィークはうちの旦那に北の国からを1話から24話、さらにそしてあのスペシャルを83年、84年、87年、89年、92年、95年、98年と見せられ、毎晩北の国からで、ホタルとかさ、毎晩だよ、もう本当に。あと98年の後半と2002年の前後でやっと終わるよ。北の国からが長かった。もうね、もう詳しいよ、結構。田中邦衛さんの、五郎さん、もう五郎さんになっても、あの、葛飾 FM の563、五郎さんですって、どっかの方の五郎さんじゃないですけども、なってますよ、本当に。いやー、まさかさ、あのこの年になってさ、もうずっと北の国から見たことなくて、でちょうどあの始まったのが、北の国から話でごめんね始まったのが高校生ぐらいの頃で、高校生ぐらいの頃の北の国からなんかを見るようなピュアな心じゃないからさ、あのデスコとか行っちゃってさ、フェーとかやってる頃だから、北の国からなんか見ない頃なんですよ。でうちの息子じゃない、うちの旦那はね、あの年が離れてるもんで、私が高校生ぐらいの頃小学生だから多分家で見てたんだろうね。いやー、そこのギャップがね、もう一生この北の国からは見ないで行くんだと思ってたんですけども、まとめて見せられたよ、ここで田中邦衛さんが亡くなってあ、笑い事じゃないんだけどさ、いやーんとね、微妙いやいや、 これはね、あの好みがあるから言っちゃいけないんだけど、うちの父親とかけ離れすぎてて、タイプが、うちの父親はイケイケどんどんなもんで、なんかね、あの想像が全くつかないというか、全然こうつながるところが全くないんですよね。だからとりあえずあのあとね、まだ3つちゃんと最後まで見ようと思うんですけどもね、しびれますわどうでもいいか、なんかどうでもいい話の始まりなんですけども、さあ今日のテーマ、今週の課題は自業自得ということで、あのもっと早く見とけばよかったのかな自業自得というテーマで、募集しました。でメールは5時までだったんですけども、あの途中でツイッター覗きます、ハッシュタグシャープケラジをつけてツイートしてみてください。さあ今日は T シャツがね、あのティミーの T シャツを着てきたんですけども、あのブラックキャッツとか、ブルーエンジェルとか、それからマジックとか、その辺を前半はバンバンに、あのピンクドラゴン系ピンクドラゴンクリームソーダ系。さあお届けした曲、東京ストリートロッカー、ブラックキャッツ、それからパステルカラーに染めてくれ、マジック、そして今度はきっとブルーエンジェルをお送りいたしました。いや今日はね、あの その辺を前半かけたいと思います。あの前にね、リクエストじゃない、あのゲストで来てくれたんですけども、ブルーエンジェルのギターの安室くんなんですが、多分ね、あのこういう関係、こういうロカビリー関係の方々の中で一番仲良し仲良しというかだと思いますね。一緒にお酒飲んだりとか、あとはうちのお店に来たりとか、あとはね、あの田舎から玉ねぎ送ってきたから姉さんいるとか言って取りに行ったりとか持ってきてくれたりとか、そのくらい、あの家も近いので
一番仲いいんじゃないかな。あとはそうだな、もともとねマジックのねギターだった山口健一さん、まあこの方は年上なんですけども、山健さんも仲良しですね。あとはね、あとそうでもそうでもないかなそれはよくわからないよくわからないっていうか、あんまり接触が普段はない方なんですけども、その辺が一番仲良しかなっていう、クリームソーダ関係の、アーティストさんの曲を今日はお届けしております。はい、自業自得ということで、今日は自業自得が多いぞ。自業自得の方々結構ね、怪我関係が多いね、体関係がどんどん読んでいかなきゃいけないなと思ってるんですけども、これ最初にね、名古屋の富健改め名古屋のエロ健エロ健がね、リクエストはちょっとかけらんないんだけども、三河坊部長こんばんは、名古屋のエロ健です。昨日まで静岡富士市へ出張に行っておりまして、毎晩毎晩一人で飲み明かしてました。焼肉屋さん、焼き鳥屋さん、海鮮等々一人カラオケ、帰りはお土産を買って帰宅しました。まあ、一人でやる分にはいいわ、うん、優秀。嫁の富子さんに出張で財布の中が空になったよって話したら、それは自業自得と一言言われてしまいました確かにね、まあ大勢でね飲んだりとかできないから、やっぱ一人で、お一人様はね、今はお一人様お金遣いが一番大歓迎なんだろうけどもでリクエスト、ジョニーさんが誕生日好きなのでよろしくお願いしますということで、待たせてごめんだったんですけども、ジョニーさん誕生日、9日だっけ、日曜日9日だっけかな、だと思うんだよな。で今月前にか、ほらランさんのさ、ランさんお誕生日、勝手にお誕生日スペシャルをやって、ランさんから、無理やりというか半ばびっくり電話がかかってきて、ライブ会場からランさんから電話が直電入ってとかさ、そんなことやったことがあったんですけども、翔さんもジョニーさんも誕生日が今月来月とかなんだよね。だけどさすがにスペシャルはできないので、一週一曲かけようかなと思っています。心わ私のね、お世話になった横浜銀杯さんの私の心ばかりの、なんつうの、そんなことで一週一曲はかけたいなと思っております。だから今月はジョニーさんの曲を一週一曲かけようかなと思ってます。来月は翔さんの曲を一週一曲、翔さんの曲さって、まあ、ソロもあるけど銀杯の曲なんだよな、まあいいや、一週一曲、あとは9月にたくさんの曲を一週一曲、9月にうちの番組がなくなってなかったらやりたいと思います。そんな感じでお届けしようと思っていますのでね、エロケンごめんねそれからしおちゃん、先週は夫の四字熟女まで採用してくださってありがとうございました四字熟女パグさんね、パグがワンワン喜んでいました。でだ、なんか自業自得なことがありすぎてもろもろ考えていたら、もはやこんな時間、このてんやわんやも私の自業自得なり、今日は皆様のお話楽しみにしていますというね、しおちゃんです、ありがとうございます。四字熟女の奥様しおちゃんですそしてヤーさん、ミカボ部長、全世界のリスナーの皆さんこんばんは、ヤーでございますよ。今日の四字熟女四字熟女でなく、四字熟語のテーマは自業自得、なんて言ったって今その真っ最中ですから。私はかなりのふくよか体型の影響もあり、長年体重を支えてくれた膝にガタが来て、6年ほど前から各州で左膝に痛み止めの注射をしています。うん、膝の注射は痛そうだな。右膝も数ヶ月に1回ほど痛い時に注射をする生活。長時間連続の徒歩はダメなので、普段は自転車で移動しています。先々週の水曜日、自転車で買い物のはしごを小1時間している最中、右膝が関節角ごりっての、今日は頻繁に鳴るなと思った途端、なんか音がするのかな、途端注射を刺す箇所の周辺の筋がブチブチ、今までに味わったことない気持ち悪い感覚と痛みが走り、水が溜まり、
膝の曲げ伸ばしが偉い。その日のうちにかかりつけの整形外科で処置をしてもらってもらったもののレントゲンも全くしない。2年以上してへんのですよ。せやから毎週思い切って、あ、毎週じゃない、先週思い切ってセカンドオピニオンしました。そんで昨日セカンドオピニオン先の病院の紹介状を持って大きい病院で両膝を MRI 撮影してきました。診断結果が分かるのは来週になりますが、こんなことになったのは自業自得。もっと早痩せなあかんかったです。そうか、とりあえず私の今の目標は目指せポチャコですということで、そうか、じゃああれだな、うちの番組は、女子は女子ダイエットチーム、それから男子ピンクチームという感じでだんだん暖かくなってきたからね、あの女子ダイエットチーム、あの私もしっかりなんですけども、頑張りましょう皆さん。あの急に運動しちゃうと、あ、ジム行ってるけど急に運動しちゃったらやっぱりほら大変とか膝痛めちゃうとかもあるので、できることはできることから自分なりにということでやろう、ね、なんとなくそんな感じでやりましょう皆さん。そうか、ね、気をつけなきゃな、ちょっと私も頑張ろうさあ曲いこう。さあお届けしている曲、ピンクのレモネード、ブラックキャッツ、そしてロカビリースター、ブルーエンジェル、それから今ハイウェイバスマジックお送りしております。さあ、メール来てない人で、ツイッターの方を覗いたらツイートしてくれてる人、名前を読み上げようと思います。メールの人は後でメール読むからね。旅好きのお主人、それからクリちゃん、そして金土ちゃん、熊本リンダさん、そしてちちちちちち噛みすぎた、ちび店長かんちゃん、ちちちちちちミスターキートン、ただちゅう、そしてトモノリ、カメアリのカメさん、クリックマ、それからリーゼントマンと天空、日の国美咲ちゃん、デレちゃん、それから熊本のパメさん、初めてだね、カゴさん、そしてボス、初めてですね、ありがとうございます。さあ CM 明けに、マジックの天使のジェラシーをお届けしております。さあ今日は今週の課題、自業自得ということで、自ら作った善悪の技なりわいの報いを自分自身で受けることを言いますが、一般的に良いことにはまず使われず悪い報いを受けることを示します。例えばカンニングがバレたとか、深酒して二日酔いとか、スピード違反で捕まったとか、浮気がバレたとか、やらなきゃいけないものをやるから修羅場になるんですよ。自業自得ですね、焼きそばさんやるから、やる、やっちゃいけないことをやるから、ん、やらなきゃいいものをやるから修羅場になるね。部長、ん、番組へのメールリクエストの送り方ですが、メールアドレスごと電話帳に登録して送るのが得策かと。あ、なるほどね。あ、そうか、私のじゃないんだけど、あのこの番組のメールアドレスを電話帳に登録しとくのがいいよと。あ、なるほどね、そりゃそうだ。で、4文字熟語シリーズ化ですか。とりあえず今んとこそんな感じです、焼きそばさんよろしくお願いします。あ、そうだよね、電話帳に入れてくださいなんだよその雑な言い方は。っていやそうですね、それが一番得策かもしれません、はい。リクエストかけられないんですが、カレーパンちゃんアットザホップだったんですけども、自業自得、昔田舎で誰のお墓かわからないお墓があり、その横に大きな木があったそうです。うん、その木の枝を切ってはいけないと噂があったにもかかわらず、邪魔だから切ると言った人と頼まれて切った人がすぐに亡くなったとか。おっと、オカルト系の話ね、これは。みんなバチが当たったと言ったそうです。怖っ。いやー、そういうのあるんだろうね、やっぱりね、お墓の横で。木とかってやっぱりほら、なんかこう命がこうね、根付くから。怖い話か。怖い話って言えば、ついこの間も、もう今ないんだけども、ネットで調べて、あの青い家ってやると、うちの近くの怖いスポットが出てくる青い家もうないよ、でも
そこは、うん、青い家って、いや知らなくて、そういうの結構まあね、近所では言われてて、こう噂はされてたとこだったんだけど、そんなに有名だって知らなくて、なんかで話したら青い家って有名だよとか言って言われて、びっくりしたことがあります。調べると出てきますが、もうないです。はい、いやね、ちょっとオカルトチックな話は夏場かと思ったらもう今来ましたね。ラジオネームカツ、リクエストがカンナ右手、ごめんなさい。小学校の頃自転車に乗っていて、夕方暗くなったので、これちょっとまた痛い話か、ライトをつけようと走ったまま前のレバーを足で押したら、前のレバー、あ、ライトつけるやつね、スポークにつま先が引っかかり、靴を突き抜けて、親指の爪の付け根に折れたスポークが刺さりました。ものすごく痛いのを我慢して家に帰ったら、横着するから自業自得と母にも父にも祖母にも言われました。いやーだい、でも普通はそこ足でやるよね、あのレバーでしょ、あのタイヤにこうね、ライトがつくやつ、あれは足でやるためのレバーじゃないのか。いやー、ね、横着かな、私もその横着の一人だったかもしれません。いやでも足でやったよね、うん、そこはしょうがない、それはしょうがないと思う。そうか、なんかこの後もこう痛い話が続くのかな。コータ88、これリクエストね、ケロリンの CM ソングなかったなかったよ、なんかあるのかな、ライブラリーに。こっからちょっと引き出すのはなかったんだけど、ごめん、創作します。自業自得のテーマに合ってないかもしれませんが、それっぽいこと。今日昼から歯医者に行ってきました。2週間ぐらい前に右下の詰め物が外れてしまい、それに伴って少し歯が欠けてしまったので、しばらくご飯食べたり冷たいものを飲むのもそれは地獄の苦しみ。ここのところ仕事が忙しかったり、ゴールデンウィークだったりでなかなか行く機会が見つけられず、やっと行ってきた次第です。うん、ただ僕は昔から歯医者に行くことの抵抗があまりなく、虫歯の痛みで苦しむぐらいならとっとと言って引っこ抜いてもらった方が良いと思うたちです抜くのはどうかと思うけど、今日も麻酔をかけられ口の中をいじくられたり、脳髄まで響くほどのギュインギュインと歯を削られまくり、さらには歯科衛生士のお姉さんに密着されたりと、とても良い至福の時間を過ごしてきましたただ今回言われたのは、加齢とともに歯周病や歯槽膿漏のほか、歯茎が下がって露出した部分の根元に虫歯ができやすくなるようで、歯磨きも正しくブラッシングしたり、歯間ブラシを利用した方が良いとのこと。部長もそういればにならないよう十分注意して正しい歯磨き推奨します。そういえば、そういればいや、それは歯医者で私も同じこと言われた。明日歯医者なんだけど、やっぱり年齢とともにそういう風になってくるんで、ちょっと歯の磨き方を、だから今ね、歯ブラシを普通の歯ブラシ、こうギザギザの歯ブラシと、あとちょっと細い歯ブラシ、この歯周ポケットっていうところを、こう歯周ポケットってんだっけ、こう磨くやつと、あと歯間ブラシ、ブリッジがあるので歯間ブラシを3つ使いこなしてやっていますね。うん、昔歯科技工所で働いてたことがあって、昔いつだってそんな大昔じゃないけど、だからね、私の口の中はね高いんだよ、結構金とか、今金高いでしょ、すごい、多分口の中見たらね、うわーっていうくらいねの金額が入ってます口の中だけ、うん、なんか歯医者さん見ると結構びっくりする、おーっていうくらいのね金属が入ってる。それをほぼほぼタダでうちの仕事場の特権でほぼほぼタダでやっていただいたので、口の中はね、口の中のもの外したらね売れるぞそんな口の中をしています。はい、歯には気をつけましょうね、みんな歯医者行こうね。ケロリンの CM 出てこなかったけどごめんねさあ、秋ぽよ、みかぼ部長、全国の部員の皆様こんばんは。北の方もだんだん暑くなってまいりました。今日のテーマ自業自得、まあなんか悪いことしたらその分いいこともして報いを受けないように、受けないように過ごしてきたのかと、周りではよくありません、ん、よくありましたけどね、自業自得だろうってのがあんまりないんだ。じゃあ面白いエピソードはないです
すいません。でリクエストあ待ってましたブラックキャット、リクエストがね違う曲だったんだけどなかったらのジニジニジニ持ってきました。はい、で部長の着てたクリームソーダの T シャツあげるような企画にも応募します。やらないわ買ってそんなに立ってないだからやらないよ。あのドクロのやつドクロのは東北の方の、ショッキングセンターというところで買ったのでショッキングセンターのひよびさんに頼んでください、ショッキングセンター後で貼っときますリンクを。そして、札幌のロコさん、自業自得自業自得話、若い頃ビアガーデン行って酔っ払って袋に飲み終わったジョッキ次々入れて帰宅したらしい。これは泥棒か朝起きたら足がビリビリするから見たら血だらけ、どうやら袋に入れたジョッキ 6,7 個を持って帰るときに電柱かなんかにぶつけ割れた模様、割れたガラスたちが足に当たりあちこち切れたみたい、あー酔っていたから感覚わからなかった。まあ若気の至りと酔っ払いのよくある自業自得話でしたジニジニジニリクエストいやーもうね、あのよくさ昔さ友達がさあのファミレスとかのさ灰皿が家にあったりとかさ、そよせそういうのっていうのはありましたよね。はい、若気の至りらしいんですけどね、そこのところはね。ジニジニジニ2人リクエスト、それから2曲続けていくよ。じゃあこれ浦和のうなぎ日記、6年前のホワイトデーの夜、俺は家族には内緒で大好物のうなぎを食べに一人で自転車で出かけました。美味しく食べた帰り道、バス通りは交通量も多くて怖いので初めて裏道から帰りました。なだらかな坂をのんびり下っていたその時、顔面にものすごい痛みが、いってーとうずくまっている俺に目撃者の方が救急車呼んだからじっとしてなさいと。は？こういう時って恥ずかしさが痛みに勝っちゃって飛び起きてありがとうございます、大丈夫です、少し休んでから帰りますと答えた俺。うん、するとその人は怒って、あんた自分がどういう状況だか分かってないでしょ、周りを見てみなさいと。着ていたダウンは血まみれでボロボロに、周りは血の海で、そこに白い歯がコロンと。そこは交差点付近が広場になっていて、1メートルごとに40センチぐらいの段差になっており、そこに座って休めるようになってたんです。そんなことを知らない俺はノーブレーキでうわー顔面から地面に激突、結果は顔面陥没骨折に前歯3本の欠損、一人で美味しいものを食べに行った罰はこんな自業自得の結末を迎えたのでした。救急車を呼んでくださった方には今でも本当に感謝しています。いやーブルエーンの、キスキスフォールインラブリクエストいただきました。2曲続けてお届けしようと思います。いったーねえ顔面やったことあるけど、ないしもな、その話は顔面の話は、結構あるんですけど、まあそれは後ほどということで2曲続けてお届けしたいと思います。さあブラックキャッツのジニジニジニ、そしてブルーエンジェルでキスキスフォーリンラブをお届けいたしました。さあラジオネーム、YS ロック、これねリクエストの曲がなかった、サウンドガーデン、この曲がなかった、ごめんなさい。三河部長スタッフさん、愛好会の皆さん、こんばんみこんばんみ、区内在住の YS ロックです。いつも楽しい放送を拝聴させていただきありがとうございます。とんでもございません、とんでもございません今日のテーマ自業自得、まあここまでの人生こうなったのも自業自得こうなったのも自分のせいなので、これから好転するようにするしかないですね。本日もよろしくお願いいたします。いやわかるな、こうなったのも自業自得とすっごいわかるわね、なんかうんすごいわかるな。最初にそうなると遡ればいつだ、10代の頃だよね。あの某大手電機メーカーの三田の方にあるさ、大手電機メーカーの、面接を蹴っ飛ばしたのが短大の時にそもそもの、始まりでしょうなでここに至るいやそれ割愛しすぎなんだけどねそれねここに至るなんですけどもね、うん、ねえいろいろあるよね人生皆さん。さっき SS109 が聞いてるよって言ってます
私もいます的なこと。それから高子姉さんがあの入院したのは自業自得じゃないわよ ってツイッターの方で書いていました。ありがとうございます。それからあのお初なのに呼び捨てなのは私のデフォルトだったやめてね、そうなんだよそこはしょうがないそこはしょうがない。これは桃春パパ、ゴールデンウィーク無関係なスーパー勤務なので、うん、連休中は仕事でした。今日は疲れすぎて寝たり起きたりの一日です。今日のテーマですが、去年足の親指の爪を変に切ってしまい巻き爪になり指が紫色に腫れ上がり3ヶ月医者に通いました。自業自得、今では爪を切らずにヤスリで削っています。爪ね、爪はわかるわ。1、2年前に私もやっと治ったんだけど、それこそ17年ぐらい前にさ、あのお腹が大きくなった時に何キロだ、体重がすごい増えて、あの立ち上がる時に足がさメリメリっていうくらいになっちゃって、足の左の足の親指の爪が結構めり込んじゃって、子供を産む時ねその時に産んだ後もう爪が治んないで、で結局ほら徐々に生えてきて生え変わりとかしてってさ、結局ちゃんと元の爪に戻ったのがまあ 1、2年前かな、1年ぐらい前かな。うん、だから15年ぐらいかかったかもしれない。こう爪と爪のこう中の間指の間のところからこうなんか肉がメリって出てちゃって、その爪切れなかったりとかしちゃって、そんなことがあって、だから15年ぐらいかかったよね。人間とは弱いもんでさ、そんなことでさ、なんつうのね、長いことかかっちゃうのかなとか思うよね。うん、そっか、ヤスリで削っています。自業自得かなこれは。でもね、変に切っちゃったら分かるよねこれはね。なかなかもう最近はあのお腹が疲れて爪を切るのが大変とかさ、そういうそっちの方に弊害が出てきたりなんかもしてるんですけどもね、はい、なかなか難しいです。気をつけて、あの足もね気をつけましょうそっか、まあ、前半はこんな感じであのお送りしたんですけども、後半はみんなのリクエストボンボンかけていくので、はい、お楽しみに待ってください。お、息子自慢、本日は休部ありがとう、出席欠席届ありがとう。こんな風にあのね書いてくれても嬉しいのでありがとうございます。息子自慢頑張ってるかね、もう高校に入ってね、学校もいろいろ大変ですが、皆さんあの職場もね、飲食店もあの緊急事態宣言も延長になったり広がったりとかしてますけどもね、今日この後7時から なんかあの会見とかじゃないの、いつもうちの番組の時にさ菅さんが会見するんだよ番組の最中にだと思うんだ。だから私がそういうの知るのはいつも終わってからなんだけどもね、はい、そんなわけで、前半はこんな感じでお届けしました。最後1曲だけかけてちょっと、うん、まあこの曲はコロナ禍の中で、ちょっと親しかった人がコロナじゃないんですけども亡くなってしまったので、まあ、それに関しての関連してでの曲をお送りして前半を終わらせたいかなと思っております。さあ7時を回りましたね、夜の7時だよ、はい後半でいきたいと思います。さっき、ツイッターで見つけたキングカズーン、それから関さん、いらっしゃい、お疲れ様。たかこちゃん、あ、たかこ姉さん、ん、何これ、焼酎見本2本目って言ってる今見つけてしまいました。さあどんどんいきたいと思いますが、まずはこちら、ちょっと待って、ね、よいしょ、これ、ラジオネームジョニー命のポムポム、お、ありがとうございます。
部長部員の皆さんこんばんは。自業自得、ちょっとしたことばかりでありすぎです。ありすぎです。車から降りたら排水管の蓋を踏み抜いて落ちて右足首骨折したり、予定を詰め込みすぎて家族に止められるもかかわらずキャパオーバーで体調崩して寝込んだり、そういえば先週のリクエスト、今週ジョニーをリクエストしたくてしつこくならないように銀杯のジョニーはロックがお好きをリクエストしたら、横浜銀杯と書かなかったせいかジョニーの曲と勘違いされて部長に流されました。そうだっけ、小さな自業自得の塊です。今週のリクエスト、ジョニーの誕生祭とまでいかなくても40最後の誕生日なので数曲だけでもかけていただけたら嬉しいです。ということでいろいろ書いていただいたんですが、だから毎週1曲やるよ。毎週1曲ね、今月ね。で、今日は恋のワンシーンをじゃあかけたいと思います。それから恋のワンシーン、そしてこれ J ね、小学生の頃捕まえたカエルに爆竹を加えさせたらどうなるやろうと火をつけて口元にグリグリ突っ込もうとしたけど、かたくなに口を閉じられて持ったまま爆発しました。爆竹をつまんでた親指と人差し指が黄色くパリッパリになってました。中学生の頃、学校の掃除の時間、焼却場の担当の時に焼却炉の上に乗って遊んでたら、用務員のおっさんに両足首をつかまれてバランス崩して落ちそうになり、思わず鉄製の煙突につかまったらジュッと音がして両手のひらが黄色くパリパリになりました。なんか痛そうなのばっかりだよ。染色工場で働いた頃、バケツいっぱいの液体水素にダイクリンという薬品、何のための薬品か忘れましたが、をこそっと入れてみたら、こそっと入れちゃダメだろこういうの、これはやばいやつだぞ。透明な液体水素がみるみる黒くなったと思った瞬間、爆発して覗き込んでた僕はまともに暗い顔がただれました。液体水素はちょんと触るだけでも指先が真っ白になって痛いんです。自業自得はこんな感じで許してください。これはね、今だったらね、ツイッターとかでね、バイトがろくでもないことするのと一緒だぞ。ダメだよ。ちょっとさ、薬品やめよう。薬品危ないから。混ぜるな危険とかあるじゃん、よく。ねえ、ハイターとかでも書いてあるから。で、J がリクエストしてきたのは、日比谷音楽クラブの赤ちょうちん。ということで、この、ポムポムのリクエストと2曲続けて、じゃあ、お届けしたいと思います。さて、この曲のリクエスト。ミカボー兄貴、葛飾関係者の皆さん、全国からお集まりのおもろい部員の皆さん、こんばんは。部員番号69、神戸のドテピーです。今週のテーマ、自業自得ですか？身に覚えがありすぎて胸が痛いです。でもしゃあないですや、男はね。頭であかんって思ってても、下半身がいけ言うたら、少々あれでも手をつけてまうんです。少々あれってなんだよ。だからお土産もらうし、みんなに止められたのに酒飲んで酔った勢いでコンパで知り合ったヨーダに似た女の子に手を出したら、まさかの30手前で初めてで、ベッドに入って酔いが覚め逃げるように帰ってきた次の日からしばらく携帯の履歴がその子でびっしりには、焦りましたわ。ということでリクエストはスターウォーズのテーマ。ドテピーでした。ヨーダに似たってそこどう突っ込んだらいいんだね。でもヨーダに似たって分かる、いそうだよね。いそうとか思ってね。いそうでございます。はい、さあ、こちら、三河部長、愉快な軽音部員の皆さん、おまっとさんでした。偽山ちゃんですよ。違うよ、五郎さんだよ。五郎さん、今日は夜会議が入り、取り急ぎご機嫌伺いでメールしました。ご機嫌伺い。亡き父、歯医者さん嫌いでした。私が室で傷んだ時、痛いのはてめえぼちだとふふふんな顔してたのに、自分が室、うん、は吐いた室の時は、吐いたの時は母に泣き言。でもすごいのは、タコ糸を痛い歯に巻きつけ自分で抜いてしまったのです。父
父はバカ、いや一応褒めておこうというね、五郎さんです、ありがとうございます。いや昔うちお父さんに子供の頃 歯がこうグラグラしてる時に糸言わかれて引っ張れってやられたよ。足に、今はそんなことやんないんだろうけど、足に、足の指に結んでこうグンってやれって歯抜けって、そんなこと私らの世代ぐらいでしょうね。あとはほら下の歯が生えた、あ抜けたら屋根の上に投げた方がいい歯が生えるとか、まね、上の歯が生えたら地面に埋めればいい歯が後で生えてくるって言わなかった？歳か、絶対知ってるやつがいるはずだ違うかなと思うんですけどね、そんなこと言ってたんですけどね、はい、よかったかな。市川暮らし課題、自業自得。子供の頃って目をつぶって何秒自転車運転できるかとかよくやりませんでした。ほらほらいたぞこういうのがもうね、同じ匂いがして、自分と同じ匂いがして嫌だスパイダー、小学校2年生の時、僕も目つぶって自転車運転していたら、ものすごい衝撃とともに気がついたら空を見上げていて、どうやら電柱に激突したそうです。おでこが割れて血が流れていたので救急車で最寄りの病院に運ばれて、縫ったり脳波の検査したり大変でした。今でも血行が良くなるとおでこの傷の跡が赤く浮き出てきます。お酒飲んだりすると赤くなるんだろうなきっとね。自業自得当時ね、いやでもね、あったね、目つぶってどのこん、目つぶってどのこんじゃないんだけど、私の場合その顔面強打の話は、あの北千住でうちの母がお店をやっていて、あのいつもお店終わった後、あの母はお酒飲まないから自転車で駐車場まで行って、車に乗って、私も一緒に乗ってこの三郷に帰ってくるんだったんですけども、ある時に自転車でうちの母親がこう前をね、こうゆっくり走ってて、で私が後ろから歩いてて、たらあの T 字路を右に曲がって左側が駐車場だったんだけども、 T 字路の真正面に家があって、そこね多分ね50メーター、路地を50メーターぐらい多分私は寝てたんだよね、歩きながら寝てて、バーンって音がして、なんだろうと思ったら、あのそこの家に激突してて、寝たまま歩いて正面で T 字路だから曲がんないで、鼻のとこから血が出てて、わーっとか思ったら、右を見たらうちの母親が自転車をこう立ちこぎしながら逃げていく姿がうおー母さんみたいな、やっぱ白状だなってその時に思ったけど、もうさ夜中だからガーンって言ったらすんごい音が響いて、でそこんちの人も出てこなかったんだけど、電気もつかないで私も走ってうちの母親を追っかけたんだけど、逃げるか普通大丈夫とかさ、ねえないのかなとか思っちゃった。さーとか自転車でこう右側に立ちこぎをして走って逃げていくうちの母親の姿がもうね、もう大人になってたよ、私もお酒飲んでんだから、そんな頃よ本当に。だから当時うちの母親が私ぐらいの年かな、うん、そう考えると走って逃げるなって思ったことがありました。顔面強打ね、顔面強打何人かいるねスパイダーおでこの傷赤くなるの気をつけてください、自業自得ですね、仲間だよそれから高津三河部長、部員の皆さん、高津でございます。自業自得、やっぱ二股かけた二人に捨てられたことかな、ね、一つの棒は一つの穴だよね部長だって、何がだよね部長だそんなこと振ってくんなくていいわねえ、そうか、そりゃあ自業自得だ、もう本当の自業自得だよねこういうのは本当にやっぱね、良くないです。ちょっと待って、今チラッとツイッター見てたら、こうリュウイちゃんがヨーダの写真を上げたのでやめてください本番中に笑わせないでくださいそれからよいしょ、これいこう。ラジオネームバルコ三河部長、元い馬さんこの間の写真
スノーで撮ったやつ。全世界の面白系音部員の皆さん、敬礼呪文は。V 番号2752番、ラジオネームスペインよりバルコだがね。自業自得ということで、過去の恋愛、これは自業自得のことが多かったように思います。タカツーに言ってるようなもんだ。以上、深くは聞かんといて。でリクエスト、よろしく哀愁、ごひろみ。バルコちゃんのリクエスト、ひろみゴーお届けしました。よろしく哀愁。ツイッター見たら、長島競争なんかと違います、発見、それから趣味発見、ありがとうございます。ご参加ありがとうございます。八ヶ根うどん。八ヶ根うどん。三河部長、ケイトモの皆さん、コモエスタ、よろしくどうぞ。今週もうっかりしっかり聞いています。私もう15年くらいのお付き合いになりますが、ある女性から笑顔で優しく声をかけられて手を握られるんです。そりゃもう血圧が上がる思いです。どうした？そんなこんなで油断していると一気に抜かれてしまいます。そして上半身を裸にされて、いろんなところを刺激されます。これが月に一度の儀式なんです。というふうに、心臓に疾患がある私は血圧採血、心電図、エコー検査が続きます。そういうことか。若い頃の不摂生が原因なので、自業自得なんですが、注射が苦手、私は病院で有名、注射が苦手、私は病院でも有名で、新人ナースさんには私の目の前で小声で、八ヶ根さんです、採血は気をつけてくださいねと申し送りをされます。ただ心臓よりもダジャレに疾患があることは内緒です。それは知ってるよ、八ヶ根。いや、あ、そう、注射はね、そうかね。でもダメな人はダメなんだろうな。あの、見てなきゃダメな人とさ、見てられない人っているよね。あの、刺すところね。どうなん、私はあんまり気にしないけど、小学校の頃とかは、あの、なんつうの、予防接種学校でやった世代なので、あんまり気にしてないというか、ほら、みんなの前でやっぱり注射されるからさ、そんなのね、泣いたり騒いだりしてらんなかったのであれだったけども、もうだから多分大人になってからも平気なのかなとも思うんですけど、そういう人いるよね。YouTube かなんかで見たかな、あの、外国人の人が注射ですごい騒いでるの見たことあるかもしれない。ね、しょうがないよ、慣れろ。慣れろ、少しは。あの、他人に手間をかけさせるな。そういうことです、やつがね。これは親島部長部員の皆さん、本日もよろしくどうぞ。某駅の唐揚げそばうどんを食べて元気いっぱいの部員番号 JJ08 のラジオネーム親島です。唐揚げそばうどん、おいしそう。息子島からお父さんブーデーと言われ、玄関にある姿見で自分の容姿を見たらお腹が出ていたので、あはは、確かにブーデーだわと自業自得な結果に笑うしかありませんでした。そろそろプチ断食して体調を整えようと本気で思っている親父です。部長、ジムに行けば健康的になれますか？あ、今はジムに行ける状況でなかった。で、リクエストがね、高木ブー伝説かおまんの方。本当にね、トラップ仕掛けになっちゃう。これはまた今度で、いつかかるかわからない、また今度で。で、ジムはね、どうだろう、生き方にもよるんだけど、私そんなにこう行ってないっていうかね、もうちょっと真剣にそろそろ行かなきゃって思うんだけども、あの、駅が最寄りの駅より1個先の駅のところにあったジムだったんで、あの、どこの同じとこでも行ける、まあ、調べりゃわかるけど、そういうジムだったんですけども、あの、今最寄りの駅にできて、今月の11からかな、あの、そっちの方に行きやすくなったので、そっちの方で今度行こうかななんて思ってるんですけど、うちの旦那もついこの間契約させました。会員にさせたので、あの、ダイエットチーム、ダイエットになろうかなと思っています。はい、ちょっと真剣にやろうかなと思っております。多分少しやった方がいいよ。あの、ジムに行けとは言わないけど、なんていうの、散歩とかさ、あとはジョギングとかさ、少しやっぱり30分ぐらいは日
日々体を動かした方がいいかなと思う、うん、思うよ。頑張って痩せましょう皆さん何の会話だ。これはね、さちみさん、さちみさん、今日はライブのため欠席です。言えないんだ。 YouTube で補修します。貯金がない、自業自得が貯金がないということです。高卒で社会に出て早々一人暮らしをしたので生活するのがやっとでした。でもライブに行ったり飲んだり飲んだり、どこぞの35周年の方にもかなり費やしましたよ。今より安い給料の中でよく遠征してたなと思います。うちの先輩ですね。今でもお金を費やすのは音楽と酒、変わんねえ。そして酔い越しの金は持たねえぜと一般的な幸せを手放しているのは自業自得ですが、それによって得たものは全て宝物です。なるほどね。あら、いい話おうちになっちゃいました。でリクエスト、安藤さんの情けなくても I love you。 これね、 YouTube じゃ聞けないじゃないか。さちみさん、また今度。もうね、心置きなくまた今度だよ。安藤さんもなかなかこの状況じゃ呼べないので、来れるようになったらぜひ安藤祭りをやりたいかなと思っておりますけども。ラジオネームタイガー、本や CD、DVD の買いすぎで部屋が散らかってとんでもない状態です。なんとか整理しなきゃと思いつつ、また今日も Amazon から注文してた本が届きました。わかる、これはわかるな。 Amazon は危険だよね。ついワンクリックでさ買えちゃうのがよろしくないよね。Amazon は危ないと思います、本当にね。え、気をつけなきゃいけないよ Amazon は、ね、油断してると大変なことになります。さあこれちょっと待って、これ行こうか。あれどれだ、ちょっと待って、どっか行っちゃった、メールどっか行っちゃったとか言って言ってダメだ。あった、これはね、ロビタ、ロビタからです。はい、たびたび登場する伝説の男、同僚王子ですが、雨が降っても傘を差しません。大抵次の日熱出します。これは学習しろ。ゴールデンウィーク前38度の熱を出して休みましたが、半袖でマイナス10度以下の冷凍庫で作業してたようです。流行り病を疑われるも温泉旅行を疑われてました。まさに自業自得。 PCR 検査はもちろん陰性でした。で ACDC サンダーストラックリクエストしますということでお届けします。さあどんどん行ってみたいと思います。ツイッターの方でクーさん、それからルーサーカッキー、ルーサーカッキー発見しました。なんかキンドちゃん、さっきあれキンドちゃんじゃなかったっけ、何回かラジオが切れたって言ってなかったね、ちらっと見たんですけども。これはミカボブチョハリズム、コメンサワニチンコ、よろしくどうぞ。ウィンバゴ 791.4 番、一行カット、桜のババナリコちゃんバイ。早口言葉も時間がないんだからやめて。告知のアバター部長、今週はムームー姿を期待しとったバッテン、アロハ T シャツだった、先週セクシーだった腰くねくねもなくちっと寂しかったバッテン、あ入れてあるよ後の方に、ずっと後の方に。ね、もちろんリアルなミカボ部長がビキニ姿で水元公園の池でキャッキャしおらす動画でもよかよ。ないな。絶対にないな。これは自業自得。これまた桃色投稿が増えそうな気がするな。ドテピーパイセンやタカツーパイセンの投稿が気になって夜も12時間しか眠れんばい。自業自得の話題いっぱいありすぎて書ききらん。まだ給料を封筒に入れた現金を現金で支給されたところ、パチンコ屋にそのまま行って封筒の中身すっからかんにしたり、お風呂屋さんで写真を見て決めた女の子がドラム缶だったり、当たったと思った馬券を買い間違えていて外れていたり、数え切らんばい。外れたと思った馬券が間違って買ってて当たったことあったよ。そっちはいいけどね。何よりそれは他力本願、あ違うか、
何より自分で悪い遊びしてきてもらってきたあっちの病気で元気クリニックに駆け込んだのも自業自得よね。そりゃそうだ。それは自業自得。部長の自業自得は若かりし頃の写真をツイッターに上げちゃってミカボファンに保存されちゃってることかな。別にいいんだけどさ、写真を、わかんないけど写真を保存して、ほらさっきもさなんか上げてたけどさ、邪魔じゃないの人の写真って。なんか素朴にこうね、写真邪魔じゃないのかなってちょっと思うよ。変なさ、あの馬の顔したやつとか乗っけてさ、それ保存したり邪魔じゃないか。わかんないけど、いいけどさ。使ったところで何の足しにもなんないんだけども。で、今日もケイラジでミカボミカボ、楽しいミカボ、愉快なミカボを聞いてお笑いせなんね。部長ジュテーム See you。 何か See you だ、いいけどさ。で、リクエスト曲、何曲かいただきました。Give me a chance、 Deep in your nice body、 金太の大冒険、左手で愛して、はいそれまでよ、夏の扉。いろんな方々の曲なんですけども、オール却下。ということで、また今度です。もうちょっとあの一枚に収まらんメールだよ。いいけどさ。いいけどね。それから、これはじゃあリクエストかけながらいこうか。麻婆、自業自得ですが、強いて言うならば八ヶ根さんのダジャレは自業自得です。ということで、 RC サクセション、いいことばかりはありゃしないよ、リクエスト今週も楽しみにしていますというね、麻婆のリクエスト。じゃあかけながらね、かけながらというわけで、後ろでかけながらですが、はい。で、麻婆のリクエスト、ほら先週ネバーランドのリクエストいただいたんですけども、あのネバーランドのね CD が1枚目、ファーストとその次ぐらいしか持ってなくて、入ってなかった、ごめんなかった。うん、ということで、あの海岸通りとかはあるんですけどもね、最初の CD はあります。そんな感じで許して。これ闘牛士のマンボ、そろそろ北の国からをちゃんと見ておかないと夫婦仲が悪くなるかもしれないよ、知れないと思ってるそこのあなた。で、通販番組じゃないよ、三河部長ワンバンコ、闘牛士のマンボです。尿酸値を下げる薬を飲み始めたら生ビール解禁じゃと、アウトで生中3杯だけだったのに痛風になっちゃったのがここにいます。え、そうなんだ、3杯でなっちゃう。他のもの飲みなよ、ホッピーとかさ、ねえ、ホッピーはプリン体ゼロだからいいんじゃないの。パッカンビール1杯なら大丈夫みたい。かっこ懲りてない。どこまでも自虐的かと比例しているんだろうけどね。とまあね、ビールじゃなきゃダメなのか。ねえ、ビールじゃないやと飲みなよ。ビールは一番なんか尿酸値がまずいって言うからね。で、リクエストメモリーグラスなんですが、しばらく水割りくださいじゃなくて自分で作れになるんだろうけど、皆さん頑張ろう。まあね、そりゃそうだ、自力で。だからさ、ホッピーのお酒抜きとか飲めばいいんじゃないの。プリン体ゼロってやって歌ってんだからさ、ホッピーにしないよね。ビールはダメなんだよ、もうその尿酸値の高い人は。仕方ないから諦めてください。それから、冬姫先生、エピソードが思いつかないので自業自得をググったら、仏教では悪い場合に限らず、良いのも悪いのも例外なく全ての運命が自業自得と教えられています。なるほどね、そうかそうか、なるほどね。なので今頑張ってる計画が頓挫しそうだけど、他の方向から希望の光が見えてこないかな。なるほどね。で、ファイアーボール、プレッシャードロップ、自業自得、こんな楽曲があるんですね、初めて知りましたということなんですけども、いやー、でもいいことも悪いこともそっか、悪いことで自業自得じゃないんだ、ここ今までがあったから自分があるみたいな、そんなことなのかね。うんね、なるほどね。だ、悪い方に取っちゃいけないよね。
なんでさっきいつもこうぶつけんだよね。なんだろう、手が長いんですかね。そんなことはどうでもいいから、ここって言ったって分かんないよね、ラジオだから。いつもここにぶつけるんだよ。そのここが分かんないよだと思うんですけど、ごめんなさい。さあ行ってみたいと思います。ごめんなさいでリクエストかけられない人もいるんですけども、どんどん行かないと時間がなくなってきました。はい、これはちょっと待って、リュウイちゃん、さっきあのヨーダの写真を上げてくれたリュウイちゃんです。コナさん、ミンバーはコモエさん、よろしくどうぞ。リクエスト曲レッドイットビー、レッドイットビー、あのビートルズでございます。自業自得って意外と自分で気づいてないようで、考えたけど思い出せない、思い浮かばないです。ちゃんとしてるんだよきっと。ちゃんとしてるんだよって名前なんだけどね。自業自得が思い浮かばないっていうのはきちんとしてる証拠なのかと思います。はい、最近焚き火が趣味のリュウイちゃんですが、実は30代前半の頃にはバイク仲間と原始キャンプっていうのをやってました。山奥の川の源流みたいなところに行きキャンプをするんですが、キャンプ場ではないのでトイレはありません。わりかし旅行に行くと便秘気味になるリュウイちゃんはおしっこだけだったので、泊まっても便意を催すことがなかったんです。ところがあるキャンプの時、まだ生焼けのお肉を食べてお腹が緩んでしまいました。人気のない藪の中で大きな仕事大きな仕事いいね、大きな仕事をしたんですが、慣れてなかった過去、多分ノグソは初めてので穴を掘らずにやってしまい、太もものあたりに自分の便が大量についてしまいました。お食事中の方すいません、リュウイちゃんのせいです。苦情はリュウイちゃんに言ってください。水源で足を洗ったんですが、私たちがキャンプをした少し下流にここの村の水源、飲料用のがありました。うわっ、私の便に薄まった水がこの村の水道水で使われたのかもしれません。自業自得じゃないやんって思われますよね。太ももにうんちがついたのが自業自得なんですけど、村の人まで巻き込んでしまいました。これはね、無差別テロだよ。本当にな、テロリスト、リュウイちゃんテロリストで。集団感染症とかの発表はなかったんで大丈夫だったんじゃないかと思います。ビートルズ好きなやつがこんなメッセージに引っ掛けてこの曲をリクエストするのはいかがなものかと思われるかもしれませんが、ギリピーと空耳する人はあまりいませんよね。なんてやつだ、レッドイットビー。もう一曲、ビートルズをリクエストしてきた人がいたので、じゃあ2曲続けてかけようね。これビビビの太郎。今週の課題は自業自得ですがたくさんあります。最近では3年前の自業自得の脳出血、ともかく脂っこい塩しょっぱいのを腹いっぱい食べてお相撲さん並みの肥満で体重 0.1トン、高血圧、動脈硬化なのに日本酒、焼酎、ウイスキーを家やカラオケスナックで朝まで浴びるほど飲み、体悪くなるよねこれね、本当に。酒の締めのラーメンはマシマシ大盛りでスープまで飲んでました。週末は家でワインフルボトル2本開けて肉がっつり食べて、タバコは毎日セブンスターに2箱、仕事のしすぎで耳鳴りめまいのメニエール病になり、 MRI で脳撮影した時に脳動脈に1センチ近いかあれ何こぶ見つかり、これが破裂したら脳出血で死にかねないと医者に脅され、手術で対応、血圧治療、生活習慣病改善を医者に言われましたが、言い訳で仕事が忙しい、酒タバコの楽しい生活できない。いやー、手術怖い。頭蓋開けるかカテーテルでコイルを、あー、ちょ待って、コブに入れて破裂を避ける手術をどうすると言われましたが、自分勝手に言い訳とヘリクツつけて医者から逃げました。いやこれはちょっとね、逃げた結果破裂して脳出血で中は 50cc の血で満たされ死にかけて今も麻痺です。家族からパパは自業自得と怒られています。あの時医者の言うことを聞いてちゃんと対応してたら好きな酒も飲めてギターもまだ弾けて人生楽しいことできましたが自業自得です。いやーもうこれはね、しょうがない、しょうがないけど、
まあ、また戻らないようにね、健康的な生活を送らないとな、頑張って頑張ってよ、ちょっとそこね、具合悪くなるの、リスナーさんが具合悪くなるの嫌だからね。ということでリクエスト、デイトリッパー、じゃあレッドイートビートを2曲続けてミックスでお届けします。さあ時間がなくなってきたのでごめんね、かぶせてくよ。ラリホーラリホー、コナさんミンバーは、おまたさんでした。はい、トラック山ちゃんですよ、今宵もよろしくお願いいたします。山ちゃんからです。はい、今宵の課題は自業自得、厨房の頃は何より飯よりも喧嘩好きなおバカ野郎だったのですが、街中でチンピラがうちの女子に因縁を吹っかけどこかへ連れて行くところでしたので仲裁援護に入りました。女子はうまくその場を逃れて安心しました。うん、その時のチンピラがチャカを持ってたので、こう危ない話だぞ、ちょっと待って、もう昔の話だからあれなの、わかんないけど、ってたので事務所に拉致られて、さすがにチャカが相手では太刀打ちできません。袋叩きに遭い、組長が戻るまで殴られっぱなしとなりました。危ないなこれ、組長が自分を、生きのいいあんちゃん、大人は舐めたらあかんよと説教されて、うちに来ないかと言われましたが、おじいちゃんとおばあちゃんがその道の人でしたので丁重にお断りしました。チャカ相手は自業自得ですね。うわ、トンボ、長渕剛のトンボリクエストだったんですが、山ちゃん、そういうのは気をつけましょうね。はい、だ無鉄砲なことはしちゃいかんって、山ちゃんね、ありがとうございます。そんな感じでここで、もう一人最後のメールリクエストかけながらピッ、こんな感じでしょ、山ちゃんからいいパワーのたっちゃん、自業自得、今日の自分です。ベイ FM のソングオブジャパンに出演したくて電話番号を送りました。うん、昨日の明け方、そうだ、やってるテレフォンだね島ちゃんとおみやこ様と話ができました。深夜だったので一日眠いです。リクエストは薬師丸ひろこさんのセーラー服と機関銃をお願いします。部長に快感って言ってほしいですこの忙しいギリギリのところで快感言わせるか、どういうんだったっけ、へー、快感ってやつ違った、すまんすまんどんなんだったっけかな、忘れちゃった。もうまたね、映画で やってるんだっけ、やったんだよね、あれだっけ、だよね、いやすっかり忘れちゃったな、もうすごい昔だ、昔でね、角川映画よく見てましたけどもね、はい、その山ちゃんのこのネタからイーパワータッちゃんのこの曲トンボはかけなかったけど、この曲までお届けいたしました。はい、ちょっとかけとこうか。さあもうさよならの時間が近づいてまいりました。来週の課題、来週の課題は二足三文お金関係だね、二足三文、なんかちょっと損しちゃったなみたいな、そんな話、メッセージお待ちしております。今週も部活動お疲れ様でした。来週も金曜日の6時軽音部でお会いしましょう。それではまた来週、さよなら。